日本の構造というのは基本的に票を多くするために非効率にして人数を多くするというふうにした方が政治家が受かりやすい。日本の税金を中国に払い続けるっていう団体が自民党の中にはいらっしゃって。 えー、日本は中小企業を守りすぎだと思いませんか中小企業は分業やスケールメイトが少なかったりする分、非効率な仕事が多くなりがちです。多少の痛みをまっても、中小企業を潰しまくって必要な仕事人員は大企業に吸収されば、長い目で経済良くなりませんか、えー、例えば、不近慎かもしれませんが、東京大空襲で、えー、焼け野原になった地域や大津波に飲まれた地域は、価格整理されて今は広いスペースに大きな建物が建て,ています。まず中小企業への補助金を止めるべきかと思います。えっ、ー、と、言ってることは全然正しいし、論理的だと思うんですけど、 じゃあ、それを誰が決めるのかというのを考えると、なぜできないのかがわかるんですよね。あの、中小企業の集合体でいう、えっ、ー、と、青年会議所 JAC とか、割とその中小企業経営者っていうのは自民党支持者が多いんですよ。で、あの、大企業のサラリーマンは自民党には投票しないんですよ。で、中小企業の経営者は自民党に投票するんですよ。 なので結果として、その大企業の経営者と自民、その中小企業でいくと、中小企業の人数のが多いので、中小企業の票が欲しいよねと考えるのは、あの、まあ、あの、自民党はそう考えるので、なので結果として、中小企業というのが得をするような形にするっていうのがあって、で、農家も一緒なんですよね。その、一個一個の畑、まあ、例えば田んぼとかって、その、あの、 それなりの規模のものをドーンって作ってトラクター1台で全部回してもいいんですけど、日本の場合ってそんなに大きくない田んぼを、でも一個一個の家庭でそのトラクターとか田植え機とか、なんか収穫のコ,コンバインとかっていうのをいろいろ買ったりってヤンマーから買ったりするんですけど、っていうのがあって、それって隣の農家潰れて全部一つのところでじゃあやって、で別にそのトラクターとかコンバインとか機械は1台の方が効率いいよねっていうのは、 本当にそうなんですよ。ただ、それをやっちゃうと、農家の人数が減っちゃうので、その農業票が減るんですよ。で、JA とか、その、あの、農業票というので食ってる政治家というのはやっぱり自民党に多くて、なので、その、農家をやってる人が人数が多ければ多いほど、農業票がもらえるので、農家はなるべく潰れないで、その、一人一人で細かい面積で、紐じい状態で続けてほしいんですよ。 その俺やめます、俺やめますってやめまくって、じゃあこれ俺が買うわって言って、ドーンっていうので、めちゃめちゃ効率よくやっちゃうと、票が少なくなっちゃうじゃないですか。なんでその日本の構造というのは、基本的に票を多くするために、非効率にして人数を多くするというふうにした方が、政治家が受かりやすいっていうのがあるので、そこの構造が変わることはないので、なかなか厳しいんじゃないかなと思います。 で、アメリカとかの場合は、別にその農家とか関係なく、そのアホみたいに余った土地を、アホみたいな金持ちがドッカーンって買って、そこでめちゃめちゃ効率のいい農業をやるんですよね。ビル・ゲイツの持ってる農地の面積が、なんだっけ、なんか、甲子園100個とか、なんか県とかなんかそれぐらいいくのかなだからね、とんでもない量の農地持ってるんですよ。 なんか、っていうので、何の話をしたんだっけあ、なので、その、要は、あの、その農地を一個ずつちょっとずつ買うとかじゃなくて、もうアホみたいな土地をバーンって買って、で、そこで農業をやるっていう人が出ちゃうので、その一個一個の土地で一生懸命農業をやったとしても、効率悪くて、ビル・ゲイツみたいな人に勝てないんですよ。 っていうのがあって、結果としてそのちょっとずつの農家っていうのがやめてって、だんだん大規模っていうのが増えていくっていうのがアメリカの構造なんですけど、日本はもう土地自体が少ないので、いきなりドーンって大きい荒れ地っていうのがないんですよね。農家、その農地になるような土地が。なので、そのアメリカみたいな効率的なことができないっていう。 えー、政治家が無能な法案を通す理由の一つに、新卒入社のまま価値観が昭和のまま更新されず強ってしまったことという記事を見たのですが、そのいうだと今の政治家が老衰で亡くなる以外に無能な政治体制が改善されないと思います。それ以外に体制が良くなるとしたら何が言いますかまだ現在から5年後、10年後通した法案の責任が取れないのに、なぜ小遣い活躍感覚で政治の演出に噛みつくのですかしがみつくのですかうまくいくと思い上がってるのでしょうかえ、実際うまくいってるからじゃない いや結局、その高齢の政治家がしがみつけているというのが事実なんですよ。いわそのしがみついているという表現で悪いことのようにお書きになっているのですが、少なくともでもみんな投票を受けて受かっているので、その戦略が受かるためには正しいんですよね。だから、あの、岸信介さんの、なんかあの、その、えーと、孫の孫みたいなので、岸信千さんだっけ なんかあの、その選挙で回すっていうので、家計図を載せてて、で、それがなんかすごいバッシングをされてたんですけど、あれが正しいんだと思うんですよね。その正しいというのは選挙で受かるためには、あの、要は効果的な手段だと思うんですよ。 どこの馬の骨だか分からんやつではなくて、ちゃんと政治家の血筋を受けてるやつの方が、きちんとしてるよね、と思う有権者が山口県には多数いるよね、というのが、多分事実としてあるので、なので家系図を載せたら受かりやすいよね、っていうのをやったんだと思うんですよ。で、山口県民じゃない東京の人たちとかが、おいおい家系図が売りとかいかがなものかよとかって言うんですけど、それは東京の人の考え方で、山口の人たちはあれが正しいと思ってるんですよ。 っていうのののがあるのでその政治家というのは結局、その割とまあ Twitter だったり YouTube とかでコメント書いてる人たちって東京に住んでたり東京の価値観の人が多いと思うんですけど若いと思うのねで,でもあの高齢者の方が多いんですよ日本は50歳以上の人たちの方が多い,の,方が多いのでであの18歳以下の人は投票できないのでなので高齢者の人でその東京は所詮1000万人しか住んでないんですよ。 なので、地方に住んでる高齢者の方が人数は多いです。なので、地方に住んでる高齢者が喜ぶようなことというのが正解なんですよ。なので、政治家というのは、受からなければただの意識の高いおっさん、おばさんなので、受かるためにはどうすればいいかと考えると、地方に住んでる高齢者が喜ぶことをやるというのが正解なのと思う。なので、二階さんがいまだにこう、政治家であり続ける。 えー、解雇規制が緩和され、正社員も解雇しやすくなることで、かえって日本の生産性や救助水準が上がるような気がするのですが、どうなのでしょうか上がると思います。採用者が解雇できないリスクを持ちたくないため、労力があるにもかかわらず、年齢、学歴、経験などの特定の基準でフィルタリング的に弾られてしまうのは、会社、求職者ともにもったいない気がします。正社員では入るのが難しそうな会社にフリーランスですんなり採用されてしまったが家にもっとしてです。正解です。 結局その、あの、正社員になってしまうと首にできないので、そのある程度、その、この人は絶対大丈夫そうだよねというのを、書類のレベルで判断できる人以外はあまり入れたくないというのがあって、なので、コネ入社増えちゃうんですよ。要はその、本人が優秀じゃなかったとしても、コネがあるから、まあ、この人無能でもコネが使えればいいよねとか、あと顔採用されやすくなるんですよ。要はその、 働いてみたら無能かもしれないけど、美人とかイケメンだから、まあ、営業連れてったら、異性を落とすのに使えるんじゃねみたいな。 っていうのがあって、その、本当に会社で働いて能力があるかどうかっていうのは働かせてみないとわからないんですけど、働かせてみてダメだったら組にするということができないので、結果としてそのコネがあるとか、家が金持ちとか、そのなんかあの、美人であるとかっていうところで採用してしまうっていうのが今の日本の会社の構造なので、まあそれは雇いやすくした方がいいよねっていうのがあって、雇いづらいというのがあって、で、その代わり派遣みたいなのを使ってあの、なかなかスキルが増えないっていうのがあるので、 そういう意味であの、日本の構造っていうのは間違えてるよなと思うんですけど、まあ、それが変わることはないんで、まあ、日本ってそういう国だよねって思ってたりする僕です。はい。えー、日本が将来発展途上国になったら中国から ODA もらえますか ?ODA ってないやねって思った人いると思うんですけど、ODA って政府資金で行われる開発途上国などに対する援助協力、政府開発援助のことです。 もらえなかったら不公平だと思うんですが、どうなんでしょうかもらえません。不公平ですけどもらえません。<laughs> えっと、まず、あの、世界は公平にはできていません。<laughs> まあ、そもそも、あの、GDP2 位の中国が OTA で、あの、発展途上国ということで、日本がお金を払ってるという時点で、もう明らかにおかしいんですよ。 で、その、要は、発展途上国にお金を払うんじゃなくて、中国にお金を払うという利権を持ってる人は、それをやってると、中国の人に感謝されて、中国の人からの何らかのリターンがもらえるんですよね。なので、日本の税金を中国に払い続けるっていう団体が自,衛自民党の中にはいらっしゃって、もうさすがに減ったのかなまだいるのかな っていうのがあるので、なのでその、発展途上国だからお金を払うんじゃなくて、中国にお金を払うことで中国からのリターンを得たいという方々が、まあ、あの、皆さんが投票した人の中にいらっしゃるってことなんじゃないかなと思います。まあ、例を挙げると、あの、秋葉さんとかいう人が中国の企業から100万円ぐらいあの賄賂もらって、あの、捕まってたりしますよね。っていうので、割とあの、中国と仲良くすると、まあ、いろんなメリットがあるんじゃないかなと思いますけど。 あの先日 AV 新法っていうのができたんですけど、その,の AV を取った後に、その人がやっぱりこれ出たくねえわっていうのを言うと、あの全部回収して、その費用もその出たくねえよって言った人に請求してはならないっていう法律になっちゃったせいで、AV 作ると、要はその回収ってなったらめちゃめちゃリスク多いんですよね。今作るだけでもお金かかるので、なので制作会社がもうよほど信用できる人以外では AV 取らないってなっちゃったんですよ。 なんで結果として AV 女優の人の仕事をめちゃくちゃ減ったっていうのが起きたんですけど、で、それって多分その会議のそのどういうその法律にしようかっていう会議に AV 女優の人を入れなかったせいだと思うんですよね。で、そこに AV 女優の人が入れすぎたり、うん、AV 制作会社の人がいたら、いやでもそんなんやったら俺らもう作れなくなるから作んなくなりますよ。で、作んなくなったらこの子に発注とかしないから、この子プイッ。 食いれますよで、食いっぱぐれた結果、半グレみたいな人と、なんかそのエロい動画を撮って、それを海外のサイトにアップして、無修正で出して、チャリンチャリンを落とすみたいな、その海外の日本人向けアダルトサイトみたいなところにお金が動くようになって、で、日本の会社が納税するわけでもないので、結果としてその日本の富もなくなって、税金もその、払わない、払われなくて、で、海外サイト経由でお金がも,もらえるから、AV 需要の人も税金ちょろまかすみたいなことになって、その経済規模と っていう話をちゃんとしてれば多分 AV 新法にならなかったんですけど、まあ、結局その。 関係者を入れなかったもで、そういうことが起きちゃったんですよね。なんでその NPO 法人に限らず、そのある程度その社会の物事を変えるのであれば関係者を入れるべきは正しいんですよ。でただプレイヤーが少ないと、結局じゃあそれやってんの NPO 法人のその人しかいないのね。じゃあその人の金を払うというのがなりがちなので、なので何が悪いかっていうと、その言われた通りのことをちゃんとやってるのか、で、そのコストは適切なのかっていう監査をきちんとするかどうかなんですよ。 で例えば、じゃあ、その、僕が、じゃあ、そのなんかえっ、ー、と、自動用語施設に PC を配る NPO 法人をやってます。自動用語施設な最新のパソコンがありません。だから、最新のパソコンを配った方がいいと思います。っていうのを政府に提言したとして、じゃあ、それをやる NPO どこだろうっていうと、例えば僕がやってるところに声かけざるを得ない状況だと思うんですよ。で、それはその、要は、大量に扱ってるので、その、普通の人がメーカーに頼むより、安く買えるんですよね。 あの、そ、そろそろまた今年もやらなきゃいけないんですけど。なので、そうすると僕のところに金、ね、突っ込んだ方が、早く、その安く多く、あの、渡せるよね。なぜなら人件費ゼロでやってるから。っていうのもあるんですけど。で、問題なのは、じゃあ、5000万円の PC を上げるために、1億渡したらおかしいよね。で、でも5000万円の PC を渡すために、じゃあ人件費で、プラス1000万円、6000万円くださいって言った時に、その1000万円は、プラス1000万円は適切なのかという監査をちゃんとやるべきなんですよ。 で、その監査をやらなくて、じゃあなんか本当、じゃあ今の起きてる問題でいくと、1400万円ですって言ってやったら、来年は4200万円くださいみたいな、え、そのプラス3000万円何やること一緒じゃねえのみたいな、その、え、なんなんそのプラス3000万みたいなのを、本来であれば突っ込むはずなんですけど、その東京都とかって別に自分の金じゃねえし、なんか NPO がやってるって言ってなんかいいんじゃねえの紙っぴら1枚で、じゃあこれで3000万円ねみたいなことになっちゃうんですよ。なので、その、僕は政府の提言の中に現場の人がいることは正しいし、で、それを、 その現場をやっている NPO の人に発注をすること自体も間違いではないと思うんですけど、もし間違いがあるとすると、そのお金が適切に使われているかという監査をちゃんとやらなかったというところが問題だと思ってください。過去形で言っちゃった。チャンスをやってないかもしれないよねという疑惑を何とかした方がいいという話ですね。はい。